ライナーとベルトルトの手からエレンを奪還した後、彼は調査兵団を支える優秀な兵士として着実に評価を高めていった。だが彼の求めるものは評価や名声ではない。5年前のあの日から彼が抱き続けた願いは、己から全てを奪った仇敵を打ち果たすこと、そして巨人の手に落ちた故郷を取り戻すことだ。それだけを胸に、彼は幾多の視線をくぐり抜け、兵士としての力を磨き続けてきた。そしてついに決戦の時は訪れる。これは名もなき兵士が残した最後の記録である。なあ、俺たちこれからどうなるんだ？まずはエレンの力について調べることが優先だろうけど、具体的なことはわからない。今までとは状況が違いすぎるよ。あの皆さん、なんだか妙に騒がしくありませんか？ああ、言われてみりゃそうだな。後で様子を見てくるか。お前たち、急ぎ戦闘の準備をしろ。戦闘？何があったんですか？ウォールローゼ壁内にまた巨人が現れたらしい。それも以前とは段違いの数の。偵察班によれば、巨人の群れはウォールシーナへと一直線に向かっているようです。その中には先の騒動の際にも姿を現した獣の巨人の姿を確認したとの報告もあります。やはり三兵団の総力を結集し緊急防衛線を敷くのが最善であろうな。はい、ウォールシーナの陥落は人類の滅亡を意味します。それだけは避けねばならない。我々が一致団結して人類の危機に立ち向かうか。面白くなってきたな。どうやら依存はないようだな。憲兵団は引き続き市街地で避難民の誘導を進めてくれ。駐屯兵団はピクシスを中心に緊急防衛線の準備を。調査兵団は偵察を続けろ。巨人の動向から目を離すな。エルヴィン、どうした？クソでも我慢してるような面だな。少し気になっていることがあってな。お前たちはあの獣の巨人についてどう思う？ウトガルド城での戦闘記録を見たんだけど、獣の巨人の戦い方は知性があるとしか思えないものだった。そしてこの状況から考えるに、おそらく奴は他の巨人にはない未知の力を持っているのかもしれない。それだけ厄介な相手がここまで目立つ形で策もなく攻めてくるはずもない。エルヴィン、てめえ何が言いたい？リヴァイ、お前に頼みたいことがある。敵の数はどうだ？まあ、聞くまでもねえか。私たち、本当に最前線で戦うんですか？あんな大軍相手に、どうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら、人類は…注目！これより我々は、巨人との決戦に臨む。ウォールシーナの陥落は、すなわち人類の滅亡を意味する。ならば、我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、
人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよ。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。ついてこい。一緒に行くよ。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。応援団、ヤバいってことだよな。こいつを殺しさえすれば投石は止む。何としても倒すぞ。はい班長、見ていろ獣の巨人。お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。飛ばせ。応援団、ヤバいってことだよな。獣の巨人、想像してた以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。ありがとう。おかげで助かったよ。僕たちも防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。倒す。防衛戦での攻防は人類の優勢です。これで終わるとは思えん。獣の巨人の狙いは何だ。シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。リヴァイ兵長、お願いします。俺も同行する。味方、しびれんだ。救援要請か。あのデカブツ、面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。ようやくお前らと決着をつけられる時が来たみてえだな。じゃあ頼んだ、来い。
衛線を突破される。何としても死守せよ。もう迷いはない。今度こそは必ず殺す。了解だ。このノッポ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。ミカツコリンちゃん、ちょっとだけ我が慢させとけ。リヴァイ兵長、お願いします。エルドルト、よくも裏切りやがったな。かかってこい、お前なんかには負けねえ。巨人の足を止めた。やはりそれが狙いか。リヴァイ、クソが。おい、待て、エレン。エレン、また奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。止まってる。こんな時に立体機動装置の故障か。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。鎧の巨人を追う。奴らを逃がすわけにはいかない。救援要請。しないで、私たちがライナーを止める。
エレンが回復したようだけど、まだ油断はできない。この煙、一番ヤバい時の色だ。今度は迷わない。ライナーはここで殺す。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんな、よくやってくれた。獣の巨人も引いたか。深追いはしなくていい。作戦終了だ。兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ、今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄い。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。